星たちが勢ぞろいしました。日本中の注目を集める今年のオールスターゲーム、オールパシフィックの先発ピッチャーは新たな伝説を作るか、ライオンズの松坂大輔です。ミスタージャパニーズベースボール1号は3番センターでどんなパフォーマンスを見せるか。対するオールセントラル先発は雑草魂岩尾も砕くジャイアンツの上原浩二です。注目のセリーグの4番はジャイアンツの松井秀喜、松井高橋 MT4 はオールセントラルの3番と4番にどっかりと座っています。最強打線を相手にゴールデンルーキー松坂と上原のオールスター三振ショーが今夜繰り広げられるのか、それとも強力タレント打線が夢の放物線を描くんでしょうか。星たちの戦い、オールスター第1戦、まさにスターウォーズエピソード1は間もなく開演。プレーボールは4分後に迫ってきました。この放送は三洋電機、大分麦焼酎二階堂、穴吹工務店とご覧のスポンサーがお送りします。世紀末に光り輝く若武者松坂大輔、オールスターゲーム初見参です。松坂、上原という2人のゴールデンルーキーの登場が強打者たちの闘争心に火をつけました。松坂対松井のオールスター名勝負風よ歌は今日から始まります。そしてイチローのパフォーマンス、オールスターでどんなプレーを見せてくれるのか。古田の顔もあります。期待度 100%、 興奮度 120%、 360度4万を超える観衆の視線、ベクトルの中心に松坂大輔18歳がマウンド上です。さあ、オールスターのマウンドに上がりました松坂大輔、今投球練習を行っていますが、松岡さん、はい、いや今年のオールスター、本当に普段にも増してこの期待度というのは高まってるかと思うんですけれどもね。そうですよね、この気候もにもよるんですけど、はい、この暑さの中、そうそうたるメンバー、はい、私たちも本当に熱くなって応援しますよ。そうですか、応援解説します、お願いいたします、はい。そして北別府さん、はい、どうでしょう、松坂の気持ちに今ちょっとなってくださいよ。シーズンのような、ね、硬さっていうのはないと思いますね、はい、初、出場ですけども、楽しもうという気持ちの方が強いんじゃないですかね。楽しもうという気持ち、はい、ルーキーでも楽しもうという気持ちになれますかね。だから一人、このセリーグの石井をどうやって打ち取るかでしょうね、はい。セリーグの先頭バッターは石井拓郎、さあ松坂の三振ショーが始まるのか。東尾監督は松坂が三振ショーを続けている限り3イニング詰めも行くという話をしていました。ゲストにはダウンタウンの浜田さんです。浜田さん、はいはい、いよいよ生の松坂、これは今日は見ものですよ、全部ストレートで言ってもらわないと。もう全部ストレート、はい、これじゃなかったら松坂じゃない、男じゃない。私はもう生で見るの初めてなんでね、うわ、早っ言いたい、おっしゃってくださいよ、どんどん。ああ、もう言いますよ。広瀬さん、155キロ以上出なきゃダメだとおっしゃってました。困るんだよね、155キロ松坂出さないと、広瀬さんの残ってる毛を僕は剃ります。わかりました、いいんですかそれで。広瀬さん、浜ちゃんはねやはり素人だ。まっすぐで勝負してもらいたいって言うけれども、はい、私は9連続三振を期待してるからね、やはりこうナッツスライダーをね、いや本当に見物ですね。さあ、99三洋オールスターゲーム、松井高橋 MT4 は3番と4番にどっかりと座っています。セリーグの最強打線を相手にする松坂大輔、松岡さん、シーズン同様1球目はやはりストレートでいきますかね。間違いないですよ、それは間違いないですか、センターのポジションから松坂の背中を見ているイチローの姿も映りました。さあ、1番横浜の石井拓郎を迎えます松坂です。それでは注目のオールスター1球目ご覧いただきましょう。やはりストレート148キロ、ざわめてますよ周りが1球ごとの盛り上がり、もういきなり来ましたけれどもね、テレビで伝わってんのかな、これ浜田さん、その興奮どんどん伝えてください、ね、やはりストレートで松岡さん来ましたね、その通り、そうですね、こだわりですよ、こだわり、はい、2球目も行くでしょう、2球目も浜田さんストレートですか、はい、やはりストレート一つ上がって149キロ、ワンストライクワンボール、旦那がつくたね、
松坂、そしてマスクをかぶるのは中島、ライオンズのおなじみのバッテリー。ほらやはり150、色が変わりました。150キロ、わお。浜ちゃん、浜ちゃん、はい、まだ始まったばっかりだからね。この3球でもいやもう生で始めた。あ、たまれ、もう投げた。あと変化球でいきます。なんで変化球を、ルーエンド中です。北別府さん、まあ、でも今3球目までストレート、4球目空振り、スライダーでいきました。これ三振狙いに来てるっていうふうに考えていいわけですか。まあ三振は狙いに来てるでしょうけども、まあ、2球目3球目ちょっと高めにストレート浮きましたんでね、はい、そのあたりの変化球だと思いますね。広瀬さん、はい、石井に対して1個目の三振、やはりストレートいきますかね。ここいやもう外ストレートでしょ。外ストレート、ストレート三振、151キロ、151、こうじゃないと。だって浜田さん、はい、今ストレート全部1キロずつスピード上がってたんですよ。上がってた、ね、すごいねこれ。まだまだ上がるね。まず浜のリードオフマン石井拓郎を三振に切って取りました、松坂。さあそして2番の鈴木を迎えます。鈴木選手もストレートで来てほしい言ってましたね。ストレートで行ってほしいですね。これこの鈴木貴則もゲーム前まっすぐ狙いという話をしてましたが、1球目スライダーから入ります。うん、高よ。キャベツさんもこの辺りは何か シーズン中のようなモードに入っているような気しませんか。そうですね、まあ、バッターとすればストレートを放ってほしいというのもあるでしょうけども、はい、2球目打ち上げた。三塁は日本ハムの片岡をいますが、まあ、ピッチャーとすればね、やはりカウントかす、整えての三振を狙いたいというところでしょうからね、はい、さあ、ツーナスイング追い込みました松坂です。まず石井拓郎を空振りの三振、151キロでした。この鈴木に対してツーナスイング。浜田さん、やはりストレートですかね、ここは。あら、ストレート。もうストレートじゃないとダメ。もうダメ。三振取りますよ、見といてください。アウトコース、152キロ、ツーエンドワンです。152、歓声がどよめきに変わってますけどもね、広瀬さんね。これ、浜ちゃんが横にいるとさ、ガッツポーズ出ちゃってんだよね。ファールです。早いですね、やっぱり生で見ると。これ松岡さん、2球目日本ハムの片岡が3塁寄ってきましたけれど、はい、あの時ファンの気持ち、もしファールフライ、まあ、取れたらアウトかもしれないですけど。いや私もね、取っちゃダメだって、そういう雰囲気になったんですよね。そういう風になりましたか。やっぱり松岡に三振取ってもらいたいし、2エンド1です。さあ鈴木から横浜高校の先輩、152キロ去年の日本一横浜ベイスターズ、石井拓郎、鈴木貴則から2人から2者連続、しかも152キロの三振。これはすごい。